こんにちは、福井教育支援サークルの吉田です。今日は一斉授業の中で担任が行う個別指導についてお話をしていきたいと思います。個別指導が必要な子、大きく2つに分けることができると思います。1つは授業に気持ちの向かない子、もう1つが理解に時間のかかる子ですね。これこういった場合の個別指導の基本は短く、そして根気強く、褒めると、この3つです。この深く関わる、長く関わるというのは熱心に見えるんですけども、あまりいい方法ではありません。というのはその子たちに気を取られて他の子たちに目が向かなくなってしまうんですよね。こうなってくると、まあ静かに勉強していた子どもたちが次第にざわつき始めて、さらに悪化すると学級崩壊に向かっていくということがあります。ですから短く、そして根気強く褒めるということが重要です。例えばですね、なかなか授業に気持ちが向かなくて今日はやりたくないっていう子ね、これ長く関わって説得してもそう簡単には気持ちは切り替わりません。じゃあ頑張るよと言ってまた別の子を見に行ったり、次の活動に入ってまたしばらくして見に行って、じゃあノートだけでも開こうかとかね、日付だけでも書こうかとかって言って、少しずつ声をかけてスイッチの切り替えを待つと、切り替わったところで褒めると、こういう根気強い取り組みの方がいい成果として現れることが多いです。とにかくね、スイッチの切り替わるまで根気よく続けることが大事ですね。もう一つ、理解に時間がかかる子、これは短く関わるためには、答えを教えるという選択を持つということですね。例えば赤鉛筆で薄く式を書いてあげて、それを上から写させると、この写すという活動を一つ入れるだけで気持ちが向かない子のスイッチが入ることがあります。そして、理解に時間のかかる子は写しながらだんだん理解ができていくということがあります。またね、その答えを口で少しずつ言いながら写させていくというのも極めて有効ですね。筆算ならじゃあ1の位から書けるよ、6742、はい42と書いて、じゃあ次10の位いくよというふうにして、少し声で言いながら答えを教えていくと。答えを教えるなんてとんでもないと思われる方いるかと思うんですけども、実は答えを教えていった方が理解が早いことが多いです。そして子どもというのは本来自分でやりたいもんですから、そうやって聞いていくうちにだんだんできるようになれば自分でやるっていうふうに言います。ヒントは意外にね、子どもを苦しめることがあります。まずそういった短い関わりの中で少しずつ進めて、それを根気強く続けて褒めていくということがとても大事です。そのために授業全体がどういう構造を持っているかということも極めて大事で、短く作業を与えて、作業を与えれば子どもたち大体取り組みますから、その間を縫って短く根気強く褒めていくということを入れていくのがいいですね。一番まずい方法は先生が長々と喋ることです。さらには多大な量の課題を与える、もうこれは嫌になってしまいます。すぐにね、できそうだなと思うような課題を与えて、こういった個別指導に入るというのが一番のコツです。